はい、こんにちは。今回もアバタールチューナーの、ゲームの続きをやっていきます。はい、飛んで、地表40メートルでまたエレベーターに乗り換えます。で、こっからが、ややこしいダンジョンになります。ちょっとね、今マップを見てるんですけれども、ちょっとね、今物を蹴っ飛ばしてしまいました。はい、ここからこうで、ここからこうではい、だいたい分かったので先に進みましょう。エストマースプレーは使ったんだったかな。覚えてません。はい、ここはどうなるんだっけ、落ちるんだっけ。いや、残像が見えてダンジョンが始まるだけですね。はい、この残像が見える演出っていうのもこうよくわからないんですね。で、このね、白いモヤモヤってなっているところに触ると、左右、下手をすると下に落ちてしまいます。で、目指す場所としてはこの、真ん中のまっすぐ行った先の扉です。はい、で、まずですがここに行きます。はい、で、一つ左側にずれました。で、ここで、もう一つ行きます。そうするともう一つ左側にずれて中央の扉で通路に行きます。ここでもう一つ前に行くと右に行きます。で、さらに前に行くと、左に行きます。はい、これで、通路に行けるわけです。はい、これがね、厄介なんです。ここからね、地獄のダンジョンが続きます。はい、辛い感じの、リアルな、攻略を見たい方は、確か、マイナス2、マイナス1、0かなっていう、このゲームの1周目をやっている動画があるので、それを見、物好きな方は、それを見ればいいんじゃないかなと思います。はい、僕は面倒なので、そういうことはしません。はい、これ580メートル？これどこだっけな。はい、こっから出て、
あ、そっか、ちょっと下がるのかな。580メートル。ああ、そっかそっかそっか。ここで、あ、エストマスプレイ切れちゃった。これはディープサティとパールバルですね。後半に入ってこうインド系と思われる敵がよく出てきますね。はい、で、ここで、また残像が見えるんですけれども、どうしようもない状況になります。で、落ちます。ここ、あの目標としてはこの先なんですけども、このトラップにかかると下に落ちてしまうと、はい、ということですね、はい。それで今、地表60メートルのところまで来ました。自分でどこなのかよく分かっていませんが、ちょっと、トラップがあるところは、トラップあの表示されるので、今のところはちょっとねマップを開けておきましょう。多分ね、地表60メートルのところでうろうろしても仕方がないんですよね。もうちょっとしたら、あ、エストマスプレー切れてたんですよ。なんかね、戦闘の前に喋ったりするから、エフェクトがかかりすぎて何言ってるかわかんないんですよね。誰が喋ってるのかもよくわからないし。先に、そうまなりなんだり使っておきましょうか。で、ストマスプレイですね、はい。一回ね下がんなきゃいけなかったんだったと思うんですよ。ここに罠があるんですけど、ここからこう行っても同じところに行くんじゃなかったかな。ちょっと覚えてないんですけど、170とか下がらないとダメなんじゃなかったかな。分かりやすい場所に来ました。この先に行くと、この赤い、バリアの先に行くとアイテムが取れるんですけど、そのアイテムは特にいらないので、ここからここに出るのかな。違うな。ちょっと、あ、これだ。そうですね。はい。はい、わかりました。はい。ここで大丈夫だったようです。はい、一応データのセーブはしておきます。で、見ます。で、580ですね。ここですね。はい、ここは降りずにこっちですね。はい。
で、この辺で、また、三つ股に分かれてますね。ね、この先行ってもまた同じ道に行ったりします。ここで真ん中のところに行って、これ左に行きます。はい、でここをまっすぐ行くとまた左に行くので、はい、そうするとエレベーターに戻るということです。また音楽が変わりました。はい、ここは、地表 1250m ですね。はい、残像が見える。はい、なんか壁を通り抜けている演出なんですが、これ壁に当たるとまあ、なんかあるのかもしれませんが、よくわかりません。はい、で、マントラはないんで、データは一応セーブしておきましょう。はい、これ、多分見てる人は退屈でしょうね。戦闘もしないし、ただこう、同じような景色をぐるぐるこう見ているだけっていうね、何も面白くない動画ですね。はい、ただこれが、僕の女神転生をクリアするスタイルですね。この本当にね、道じゃないな、方向、行く先とかね、物の大きさとかそういうものは本当に苦手なので、はっきりとこう、方向が分かる地図を、しかもね、この右下にあるマップは、正直言えばですね、自分が向いている方向に回ってほしいんですよ。そうじゃないとね、分かんないです、本当は。下が上とか言われてもね、僕の上には空しかないんですよ。まあ本当は天井ですけれども、ここではね、なんかだからよくわかんないんですよね、地図っていうものの感覚が、何らかの脳の機能不全だと思いますけど、ここをまっすぐ行って、機能不全って言い方をしちゃいけないな。得意な人と不得意な人がいるんですよ。これはなんか髪が伸びるのが早かったり、爪が伸びるのが早いとか、そういうことと同じじゃないかと思いますけど、これね、さっきのところを、あれ？俺、なんか違わねえか。あ、いいんだ。いいんでした。はい。ここを上がると、ここですね。はい。ほんで、ここは、こっちですね。はい。いや、もう苦手なんでね。本当にこうマップを確認しながら、しっかりチェックしながら行かないとね、本当に間違っちゃうし、もう迷っちゃうし、迷っちゃうんで、セーブしとくんですよ。敵にやられて死ぬ危険性はないんで、そういうことでやり直しにはならないんですけども、迷って戻れなくなってしまったらロードした方が早い、そんな気もしますが。はい、でここで小カルマがあって、ここはここのはずですね。はい、
でここもまっすぐですね。はい。で、もうそろそろですね、違うステージになりますね。ここでこうなんかいるところに来るわけです。飛んでるやつはね。で、おっと、この先で何だでしたっけ、アナンタにもしあったら、それを倒したら元に、元っていうかね、来た道を戻って ここの入り口に戻らないといけないですね。はい、最初このスイッチもね、押すかどうか迷ったぐらい、あの仕掛けが怖くてね、何が起こるんだろうって死んだ。あいつはなんだっけ、ジュターユだ、飛んでるやつ。まあメガテン系のゲームをやってると多分ね、まあ来年ぐらいの発売なのかな、あの新女神転生、PV 見たら多分3からの5みたいな感じでつながる感じの印象を受けました。みんなが知ってる PV しか見てないので、それは分かりませんけど、多分ね、あいつはあれですよね。だから多分3の、リマスターをわざわざ出したんです。っていうことだと思うんで、まあ、造形的にこう、3D の悪魔がね、出てくるんだと思うんですよね。だとするといろいろデザインが継承されていると思うんで、新女神転生、4とかファイナルは 3DS だったんで 2D 画面でしたけど、だったと思うんですけど、だからね、スイッチじゃなくて PS 機で出してほしいんですけどね。お、来ました、これジュターユですね。違う、ジャターユだった、ずっとジュターユだと思ってた。テクノシャーマンは門の開放を望んでない、北国退去せよ。やだね、いやー、鳥ってああいう風に足なってないですよ、思うんですけど、どうでしたか。まずランダマイザーに行きましょう。ランダマイザー4つ目までだったらメキドラゴンをかけてみましょう。挑発、攻撃力は上がったね。カジャ、カジャを指揮してますね。ボス戦なのに、ローラーノイズ924、ジリテクンダ、はい、テクンダも来ますよね。ゾーン行かないでしょ。どうしよう、もう赤いからガンダマイザーいいかな。はい、これで終了です。おおっと、来たバルーダですね。尻尾がある、ジャターユとガルーダはどれか似てるんでしょうかね。その姿もほとんど似てますけど、そういう
神話上のね、まあ、つい悪魔と言ってしまいがちですけども、メガテンでは悪魔扱いですが、別に悪魔ではないですね。その神話上の神だったり、まあ、何か登場人物だったりしますよね。なんか関係があるのかもしれません。ありがたいと、あれだね。あ、ランダマイザー打ち消したな。じゃあメリードラオンかけて、真ん中の人がランダマイザーで、最後がもう一回メリードラオンっていう感じですね。なんで、わざわざ真ん中でミキドラオンを、じゃねえな、アンダマイザーをかけるかというと、この相手のターンも、3つですね、なるほど。なので、ターン内でこうランダマイザーをかけておけば、1回だけこうデクンダに使うんですね。ためにランダマイザーを使います。移り攻撃してきた。おお、そろそろ倒せそう。出ました。ちょっとアイテムで相馬を使っておきましょう。ガルーダ、ジャタイを倒したら、この先、カルマ端末があります。で、セーブをして。まだ地表線 300m ですかね。まあ重力があるかどうかわからないので、まあ多分あると思いますけど、まあ、この空間で地表何メートルだろうが、まあ、ひょっとしたらデジタル空間かもしれません。ここであれば地表ね 3870m でも、建物がね独立して立っているっていうことも不可能ではないでしょうね。風がないかもしれませんからね。あ、この先あれだった。またダンジョンですね。はい。こっからがまた厄介ですね。火山像が見えます。壁に消えていきます。はい、ここに行くと、ここに行ってどうなるんだ。それでいいのかな、ちょっと分かんないですけども、やってみましょう。ここで、あ、落ちるのか。ん、あ、ちょっとなんか間違ったかな。お、来た、甘えるドラゴンで。
出たかな。あ、出てなかったような気がするね。白く。いや、でも出てたのかな。自分の目的として出てたかな。よくあります。はい、アイテムを使っておきましょう。ここで多分、またどっか行っちゃいますね。じゃあない。あれどうなってんだ。この攻略サイトの地図の見方が分かってないってね。余計なトラップにかかってしまったのかもしれません。これでいいのかな。こっちですね、はい、ここに小カルマがあります。近いんですが、今回はここまでにして、ちょっとマップを確認します。はい、そんじゃ一旦終了します。そんじゃまた。